今年の夏に梅雨があったのか、いまいちわかっていない。日傘で熱中症を防いでいる体が熱に弱いゆっくり霊夢です。ちょっと雨の日が続いたらニュースで梅雨が明けました。とか言ってこの猛暑が来ましたからね。もういっそ9月ぐらいまで家に引きこもろうか本気で悩んでいる、夏バテ気味のゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは慶州で大いに栄えた豪族である西一族の一員、西郷よ。三国志演義にもちょっと出ていたから彼の名前ぐらいは知っている人も多いんじゃないかしら。演義では彼は劉備を暗殺しようとしたりしてましたよね。でも、その後、赤壁の戦いで彼は周瑜の罠にはまって早々に処刑されたんですよね。そこまで演義では重要な人物ではないんですがなぜか印象に残るんですよね。さて改めて紹介するのは西郷、あだ名を特慶。豪族として豪快に立ち回り、こと慶州においては劉表よりも強い力を持っていたかもしれない男。彼は一体どういった人物なんですか？西郷は慶州南郡城陽県出身の人物で、とにかく自分の能力に自信を持っている性格をしていた人みたい。彼の一族である西一族はちょうど五冠末期に全盛期を迎えていたらしく、西郷の父親である西風は自身の姉を漢王朝の大尉である長恩と結婚させ、自身の長女を名士である高昌元と結婚させ、たみたい。そしてそれだけにとどまらず劉表の奥さんがいなくなると彼は末女を劉表の5歳として迎えさせたみたい。ちなみにこの末女は西郷の姉にあたる人物よ。まあそんなこんな西郷の周りの女性たちはみんな権力者たちと結婚しているもんでいとこの西三は燕国僧、西燕は破軍大主に任命されていたようね。西一族の栄華はとどまることをもう知らないわ。むむむ。身内には好感だらけです。劉表が慶州志士に任命された時、慶州では調査大主蘇代、華陽県庁馬遊を筆頭に多くの者が挙兵して到底劉表が赴任できる状況じゃなかったので、劉表は議場に行きそこで海陽、海越、西郷らを招いて慶州の混乱を収める策を練ったみたい。その後、劉表は自分に反発する豪族たちを力で押さえつけて、どうにかこうにか慶州を平定することができたの。西郷は劉表の下で降下、南郡、昌陽大主を歴任し、神南大将軍軍師にまで任命されたみたいね。西郷の一族は慶州でもものすごく力を持っている一族ですし、自身の姉も劉表に嫁いでいる。これぐらいの厚遇は当たり前とも言えます。しかも西郷にとって幸運だったのが彼の姉が劉表の子を産んだことだったわ。当初劉表は前妻との間の子である劉姬が自分に似ていることからこれを愛していたものの、西郷の姉が劉表との子である劉宗を産むと西郷の姉である妻子はことあるごとに劉表に向かって劉姬のことを誹謗中傷したの。そして妻子の裏工作のおかげか、彼女の弟である西郷、外姓の長院は劉表に厚遇されるようになったみたい。むう。自分の実の子を後継者にするために、義理とハエ親が子を中傷しているのはとても悲しいですよ。後に劉宗派閥の一員たちは劉表の長男である劉姬を降下大主に任命して劉表の元から遠ざけ、劉宗を劉表の後継者にすることに成功したの。そして208年、劉表が病気にかかると劉姬はこれを不安に思って父のお見舞いに向かった。ここで西郷、長院らは病気で弱っている劉表が劉姬と会うと親子の情的なもの。が発動して劉表が劉姬を後継者にすると言い出しかねないと思い劉姬に劉表様はあなた様に降下の守備をお任せになりました。ところがあなた様はこの重要な任務を放棄してお見舞いに来た。これを知れば劉表様はきっとお怒りになって病はより重くなるでしょう。父気味のことが心配ならばさっさとお帰りになることだなと言って劉姬を劉表に会わさなかったの。そして劉姬は泣きながら任地に帰ったので慶州の人々はこの話を悲しく思ったようね。父親が危篤だってのに会えないなんて。その後、劉表は病死して劉宗が劉表の後継ぎとなった。劉姬はこれを聞くと怒り狂い、劉表のお葬式に行くことを口実にして西郷、長院らを暗殺しようとしたものの、劉宗はすぐに曹操軍に降伏したので劉姬は南に逃げたみたい。時に西郷と曹操は幼馴染でものすごく仲が良かったので、
劉宗が降伏すると曹操は直々に西郷の家に上がり込んで彼の妻子に挨拶をしに行ったみたい。そして曹操は彼らに、おい西郷覚えているか、前に私たちは文才に通じている両国に挨拶をしに行ったことがあったよな。しかしあいつは私たちに会おうとさえもしなかった。今、ここに両国が来ているらしいが、よくもまあ今更私たちの前にその顔を出せるよな、という世間話に花を咲かせていたみたい。時に西郷の家はとても豪華であり、奴隷を数百人雇っていて電池も4、50ほど持っていたようね。超お金持ちね。お金もそうですけど、西郷の一族はコネもすごいです。その後西郷は曹操と仲が良かったのもあって、十字中郎、芝、長水行為に任命されて官僚抵抗に報じられたみたい。まあ西郷は曹操からとても好かれていたものの、西郷は勇気のことを誹謗中傷していたので人々からは嫌われていたみたい。そしてその後、西郷の名前は歴史書から消えるの。多くの争いに、関わってきたものの、その争いすべてで勝ってきた男だったわ。慶州で大きな力を持っていた人物でした。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。演技とは違って最後まで不気を失わなかった人物でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。